京都ぶらり歴史探訪。次回は時代を遡り食の物語を紐解く旅。檀れいさんが京都で今も続く老舗の料理を堪能。明治維新、文明開化が生んだ食の革命、すき焼き。一気に幸せになりますね。安土桃山時代、かの天下人が一服した茶屋、ここから生まれた絶品鍋とは。平安時代から続く炙り餅。1000年の時を乗り越えた味には疫病よけの願いが。どんどんいけちゃいますか。いけます。老舗をめぐり、時代が生んだ歴史を味わう。京都ぶらり歴史探訪、お楽しみに。